茶街茶は茶と呼ばれるが茶の木以外の植物などから作られる飲料及び複数の原料を調合した非茶類の飲料のこと。茶は茶の木の葉や芽茎を加工して作られる飲み物であるが茶の木以外の植物の葉、芽、花、樹皮、根などを材料として湯を注ぎ抽出したものも茶と呼ばれてきた。それらの講義の茶を 一般的な茶と区別するため、茶外茶など様々な名称が用いられている。また、その原料として使用されているものは植物にとどまらず、椎茸茶のような菌種類や、虫粉茶のように動物の粉を加工したものもあり、原材料の個性を味わうことのできる飲み物である。また、複数の原料をブレンドしたものや、茶の木の葉が含まれているものも、茶外茶として扱われることがある。 中国茶においては、本来の茶の木より採取した茶葉を用いた茶を、茶葉茶と呼んで区別している。また、台湾では茶葉を茶芯といい茶芯茶と呼び区別している。茶の木から作られた茶は長い間嗜好飲料として、安心して飲まれてきた歴史を持つが、これら茶葉を用いない飲料にも、茶と名付けることで安心して飲める飲料であるという、イメージを与えたものとする説もある。中国においては、 茶外の茶、ひ茶、ひ茶の茶などとも呼ばれ、保健茶、薬茶、養生茶、花茶、工芸茶などが含まれる。植物を原料とするものは、総本茶、または仮想茶と呼ばれている。日本においては、茶ではない茶、茶外の茶などとも呼ばれ、健康茶、野草茶、大洋茶、養生茶、漢方茶、代わり茶などが含まれる。各国で、茶外茶などと呼ばれている飲料には、 通常は、以下のものが含まれるが、その範囲や名称は地域にもより異なる。キッカチャ茶沖縄ローゼルチャアイヌ韓国、伝統茶ルイボスチャマテ茶。ありがとうございます。